昔のサドウスキー、そして今のサドウスキー、この2つを比較してみたいなと思います。こんにちは、ギーキンボックスのサガです。僕、サドウスキーがめちゃめちゃ大好きなんですよ。もちろんね、ニューヨークのロジャーサドウスキーも好きだし、日本でね仕事してる菊池さんも大好きだし、もう本当に超大好き。自分でもね買ってみたこともありましたね。で、サドウスキー好きの僕的には、最近のサドウスキーと昔のサドウスキーって結構イメージが違うんですよ。なので今回の動画では、昔のサドウスキー、そして今のサドウスキー、この2つを比較してみたいなと思います。まあというね、極めて私的な企画です。もちろんね、サウンドも比較するし、スペックも比較してみるので、最後まで見てみてください。それでは本編でブリーネ。はい、早速使う楽器を紹介します。まずはこれ、はい、1989年のモデルですね。サドウスキー LTD のスタンダード4です。サドウスキーね、今はニューヨーク NYC ってなってるんですけど、昔はね LTD だったんですよ。で、もう一本がサドウスキー NYC のヴィンテージ4ですね。現行品です。現行品と89年のサドウスキーの比較っていうことですね。まぁ、ちょっとずつ見ていきましょうか。まずね、ボディはこっちがチェンバードのアッシュボディで、こっちはソリッドのアッシュボディです。ただソリッドといえども4キロ切りです、こっち。だから重さ的にはそんな変わんねえなって思いますね。で、ブリッジ、古い方 LTD がシャーラーですね。で、新しい方はサドウスキーのオリジナルです。まあこれね、あのヒップショットですね、多分ね。で、プリアンプなんですけど、古い方はバルトリーニの TCT が入ってますね。古い TCT です。新しい方のサドウスキーにはオリジナルのプリアンプが入ってます。まあブーストだけの、あのアギラの OBP-1 みたいな感じですね。で、ペグに関しては新しいのはヒップショットのウルトラライト、古い方はあのよくあるちょっと大きいやつです。なんつってね、そんなにあと変わんないかな。まあ、ピックガードはないんですけど、まあなんかそこは大きな違いではないかなと思います。昔って結構ピックガードなしのモデル多かったんですよね。なんか聞いたところによると、ピックガードはない分、弦とボディの隙間を薄くしてるモデルもあるらしいんですよね。例えばあの仕込み角を変えたり、ジョイントのところのねデザインを変えたりして、ちょうどいいスラップ具合にしてるっていうモデルもあるらしいんですけど、なんかこれはそんな感じじゃない気がします。ジョイントも平行ですね、っていうね。この2本のモデルがあって、弾き心地も結構違うんですよ。っていうことなので、この2本のサウンド面比較してみようと思います。じゃあ聞いてみてください。
Thank you.
はい、ということで新しいサドウスキーと古いサドウスキー聞き比べてみました。いかがでしょうか。はい、なんかやっぱり新しい方がパリッとしてて、なんか現代的な感じですよね。もうマスタリングされた後のベースの音みたいな。はい。で、一方古い方は幾分なんかいなたさというか、なんかちょっとレンジの狭さっていうのは感じるかなと思いました。ただレンジが狭い分すごくパワフルだなっても思いましたね。特にコードプレイにおいてこっちの古い方がなんかヌメッとしてる感じがすごく気持ちいいなと思いました。なんか弾きやすかったです。逆にこっちはすごくねバチバチ音が出てくるので、スラップとかゴリッと出ていいんじゃないかなって思いましたね。まあどっちも好きなんですけどね。まあ実際にこうやって2本弾き比べて聞き比べてみると、結構ね時代に合わせてサドウスキーもいろいろ変えてるんだなっていうのは感じますよね。それはねやっぱり弾いててすごく思いますよ。実際皆さんがどう感じたのか、ぜひぜひコメント欄で聞かせてください。本編終わり。そろそろ暑くなってきたから、この間ね、ホームタップっていうのを契約したんですよ。で、ホームタップ何かっていうと、キリンのね、ビールのサブスクサービスで、でっかいボトルとサーバーみたいなのが送られてきて、家でいつでも生ビール飲めるよみたいなやつなんですけどね、これがね、本当に最高。こうね、サーバーからね、注ぐ。ありがてえ。キンキンに冷えてやがる。って感じなのよ。でね、そのキンキンのビールをね飲むと、ああ、うわー、うー、悪魔的だ、うますぎるって感じなのよ。めちゃくちゃうめえのこれ。でもねちょっと高くて、お店で飲むのと同じぐらいの値段がするんですけど、でもねめちゃくちゃうまいんだよね。これ家で飲める超最高だなと思って、マジおすすめ。家で生ビールめっちゃおすすめって、ただのね酒の話でした。もう暑いから、おー、これ本当におすすめです。皆さんぜひぜひやってみてください。友人各位うちでホームタップパーティーしましょう。そんなホームタップの情報とか別にどうでもいいんだけど、こういうね楽器の話とかそういった話もツイッターとかウェブとかでようやってます。インスタグラムとかフェイスブックとかも更新してるので、そうやっていろんなところでねコンテンツ作ってやってるので、よかったらチェックしてみてください。多角的に情報を取り入れることでより良いベースライフに繋がっていくんじゃないかなと思います。この動画もし面白かったらぜひぜひいいねボタンとかコメントとかチャンネル登録とかしてくれるととっても嬉しいです。以上ギークインボックスの澤でした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter、 インスタ、 Facebook もよろしくね。チャンネル登録してね。新しい動画はこちら。